はい、皆さんこんにちは。はーい。ディレイユー。今回はハルくんデラックスビルドドライバー当てくじを作りました。イエーイ。ハルくんがね、初めて見た仮面ライダーがね、ビルドだったよね。懐かしいね。ということで今回の当てくじの1等はもちろんデラックスビルドドライバーが1等になってます。ハルくんがねゲットしたらこちらを開けて遊んでいきたいと思います。久しぶりにね回してみたいね、ハルくん。ねえ、いいね。その他の景品は2等はデラックスサメバイクフルボトル&仮面ライダービルド DVD セットを用意しました。そして3、4等はいつもの仮面ライダーチョコ用意しました。大当たりシール目指してね開封していきたいと思います。さらに5等、6等、7等はドラえもんのねふわチョコモナカとワンピースマンチョコ2パック用意しました。ワンピースマンチョコね新しく発売されてたんでね開けてみようと思います。それじゃあね、いっぱい景品が取れるように頑張ってくじを引いていきましょう。はい。抽選方法は仮面ライダービルドのくじをめくってってもらいます。今回のチャンスは7回、はい、7回だよ。それではね早速くじをめくっていきましょう。まずは1枚目めくってください。お、3等おめでとう。3等の景品はどれかな。いや、グッド。あ、仮面ライダーチョコだね。大当たりシールが出てくるのか開けてみましょう。じゃあ、いい。外れか。シールついてませんでした。それでは2枚目めくってください。変顔しても当たらないよ。ダメダメ。いいよ。おいっとー、おめでとう。やったじゃん。はい、おめでとう。ちょイエーイ。後で開けて変身してみようね。それじゃあね3枚目めくってください。あ、残念。それではね、4枚目めくってください。あ、5等おめでとう。5等はどれ。あ、ドラえもんモナカだ。5等のドラえもんふわチョコモナカをゲットしました。ドラえもんの形してるみたいなんでちょっと開けてみようか。どんな感じなのか。はい、中にはねこんな感じの可愛いねドラえもんのモナカが入ってます。美味しそう。チョコレートもぎっしりなんだよね。後でゆっくり食べたいと思います。美味しそうだね。食べたいね。後で食べようね、はるくん。それではね5枚目めくってください。あ、6等おめでとう。6等はどれかな。あ、食った。大丈夫。6等のワンピースマンチョコゲットしました。ワンピースマンコレクターシールが20種類あるみたいなんでどんなシールが入ってるのか開けてみましょう。ラインナップが書いてあるんだけどシークレットもあるみたいなんでちょっと楽しみだね。どんなシールが出てきた。ビーム。お、グラノスケが出てきました。そして裏にはねこんな感じの説明が書かれてます。それではラスト1回になっちゃいました。7枚目めくってください。何回か。そこいいよ。あ、2等、すごい、おめでとう。はるくすごいね。2等ゲットだよ。2等取ってください。やったねー。 DVD 見れるよ。 DVD 最後ね、デラックスサメバイクフルボトル&仮面ライダービルド DVD セットね、ハルクゲットしました。この DVD には全3話が収録されてるみたいなんで DVD のね中身を見せることはできないけど後でね、ハルクとゆっくり見たいと思います。
懐かしいね、ビルド。くじを7枚引いちゃったんで終了でーす。うん、ハルくん無事に変身ベルトゲットできましたね。はい、ハルくん、それではデラックスビルドドライバーとサメバイクフルボトル開けてみましょう。うん、どっちから開けていく？おお、ビルドドライバーからだね。それでは箱から出してください。うっぷー、ケッチャップ。おお、出てきた。あはは、懐かしい。シャカ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 やってたよね。箱から出しました。入ってたのはラビットフルボトルとタンクフルボトルのこの2つのフルボトルが入ってました。あとはビルドドライバーとベルトがね、2本入ってました。あ、ベルト止めもついてたけどね。とりあえずね、電池入れて音声をね聞いてみましょう。うわー、レバー回すのめっちゃ気持ちいい。何これ、こんなに軽かったのかな、レバー回すの。それでは電池入れたんでね、電源オンにしてみます。いい音。単体遊びはフルボトルを振ったりね、あとはね蓋をね回したりすることできます。この振る音がいいんだよね。それではね、仮面ライダービルドラビットタンクフォームにね変身してみましょう。回すだけだね。おお、かっこいいね。次はね、再びレバーを回して必殺技使っていきます。はい、いくよ。ビルドドライバー単純で面白い。いい、あんまり複雑にするよりはね、こっちの方がいいね。それではね、次はデラックスサメバイクフルボトルで変身してみましょう。DVD とね、フルボトルを出しました。仮面ライダービルドハザードレベルを上げる7つのベストマッチってね、裏を見てみましょう。この DVD の内容はね、前編後編完結編で分かれてるみたいです。最後ね、仮面ライダービルドサメバイクフォームに変身するんだけど、そのね、フルボトルがついてました。すっごいいいじゃん。それではね、仮面ライダービルドサメバイクフォームに変身してみましょう。いい音。次は必殺技。ベストマッチせんかったんだね。ということで今回はデラックスビルドドライバー当てくじを作ってハルくんと遊んでみました。じゃあやっぱりね、人気の出た変身ベルトだけあるなって思いました。
それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。